ったけども、はい、また黒淵監督も少しずつそういう、こういろんな変化を少しはさ、はい、ギャップが開いた。鈴木武蔵が抜けました。鈴木武蔵だ。前節もありましたけどね、この真ん中を射抜くようなパスですね。深いからです。あ、宮沢からですかね、はい、宮沢からですね、はい。続きまして横間には並ばれましたけども、はい、スピードで持っていけましたよね。ここシュートまで逆サイド流してルーカス・フェルナンデス懐に入れたチャンス、宮に狙ってきましたが、そうそう、宮沢戻して速いクロスが鈴木武蔵、逆転しました。札幌鈴木武蔵です。このボールがちょっとチャナティップが追いつきそうだ。逆サイドから鈴木武蔵が上がってくる。勝負するか。左足決めた。鈴木武蔵が落ち着いて左足で決めました。後半の39分、ここも早かったし、走りながらね、逆サイドも見ながら武蔵選手も切り返してから正確に高校のサイドネットですからね、はい、まあ、技術、さあチャンスになります。そのまま上がっていく試合だ。中に3人入ってきたぞ。いいボールだ。どうだ、落としてここからシュート、鈴木同点。値千金、鈴木武蔵1対1、後半23分、同点弾をぶち込みました。手も強いシュート、そして小野伸二のもとに抱きつき、さあ鈴木武蔵のシュート、自ら運んで落ち着いてコースを狙っていきました。いや、中央から自らドリブルで運んで、一方札幌、ここは前からプレッシャーをかけます。ダンクでワンタッチ、山口蛍。さあカットした福森か、シャナティップ前を向いた、スルーパス白井ネタ折り返す、こぼれ球どうする、シャナティップの左足、フェルマーレ、ここはいくら、最後鈴木武蔵だ。すごいいいですね。ここぞと見つけた札幌、一気に攻め込みました。一回弾いたんですけど、ここですよね。さあ宮沢真ん中に送ります。深い飛び込んでいって、おパスにした、シュート、ネット、1点返します。札幌です。パスが入ってダイレクト、そして前線で駆け引きした荒野から鈴木武蔵ですね。このチャラティックのダイレクト効きましたね。そうですね、今のはもったいないですね。やっぱり何としてでもクロスまで持ってきたかった。ああ、逆にこれはもうビッグチャン、あっと高岡ただ、鈴木武蔵、これは決定的な札幌勝利へ向けての追加点は鈴木武蔵、0対2。まあ、ここでまず2人剥がされたというところがまず痛かったですし、まあ、札幌としてはこのクロスちょっと中に長くなってしまいましたけども、逆に